たりとか、そういうことは多分この時計ってのはこの世に残りますよね。で、人間って意外とそういうものの集まりで、そういうものが猿と人間の違いっていうのを明確にしてて、で、人間の豊かな暮らしっていうのは実はそういう無駄なものでなくてもいいものだけども後世に残るものっていうのが人間の暮らしを豊かにしてるんじゃないですか。それ考えると僕らが作んなきゃいけないものっていうのは、これ絶対今必要で仕方ないものっていうのもほとんどあるじゃないですか。だからこそ今の日本っていうのは買いたくて仕方ないものを作るべきなんじゃないかっていうのがこの観点で、それそういう観点のもとに担当したんですけれども、その時に非常に面白かったのは、まあ右上のこのおっさんが、おっさんって職人の方が叩いてらっしゃる3ミリやつのアルミの板なんですけれども、日本だけです、これだけ大きい厚いアルミの板を叩いてこんだけ複雑な形状を作ることができるのは日本の技術人だけなんですけども、非常に面白いのは川崎重工は比較的職人さんたちが企業文化の中で残っている中で、日立車両とか日本車両とかっていう方たちはどっちかっていうとだいぶ前の時期に削り出しで面を作るものを作る作り方に変わってきました。それは職人さんがなかなか現場に残らないっていう、まあ、自然的な理由もあったんですけども、そうするとこのノーズを何個かに輪切りにして分けて外から削って中から削ってアルミの塊を削って3ミリ厚にしていくのがどんだけ大変か分かりますよね。それが職人さんがいるとこれが3ミリ厚のアルミの板を曲げて作るんですけれども、なぜこんだけ複雑な形になるか、この車じゃないや電車を320キロで連結した状態で東北新幹線から秋田に入っていく車両なんですけれども、連結した状態で320キロ出るようにしなきゃいけないと。というのは今このご時世これ400キロ出そうと思えば簡単に出るんです。何が制限速度、速度制限というか営業運転での速度を320キロに抑えているかというと、技術じゃなくてトンネルが多い日本で振動とか音がトンネルの空気の壁に突っ込んだ時に向こう側からパーンという音が出ます。それが振動とか地震のような音なんですけども、微気圧波って呼ばれてるんですが、その振動と音のレベルを落として320キロのままトンネルに入っていくというのは実は非常に難しい技術で、世界中でこれほどの住宅環境から近いところに鉄道のトンネルがある国というのはないんですね。だから中国で400キロ出した500キロ出した簡単なんです。モーターつけて馬力上げれば出るんですから、飛行機は千何キロ出るんですから、これ出せるんです。ところが日本でなぜ出せないかっていうと、トンネルがあってでもやっぱり270キロじゃなくて320キロ出してみたいじゃないですか。本当は360キロの予定だったんですけども、営業運転で320キロを連結した状態で出すために微気圧波っていうものを抑えるために断面積の変化率が全く一定なんです。一番最初のここのノーズの部分っていうのは連結器が入ってるので高さも断面積も決まる。客室の方はここで人間が横に並んで4人なり5人なり乗るために断面積も決まる。そことノーズの先端をつないだところの断面積の変化率が全く同じ中で、キャビンが上に出たというと横をへこめて、それで中からトランスが出てるというと他をへこめて、それで面積が変化率が全く一定にしなきゃいけない。だから複雑になる。でノーズが13メートルとか18メートルになると。それをなぜ日本の新幹線がそれを可能たらしめてるかというと、この右上のおっさんが車が好きだからこそ、まあ、それで後で最後にお見せしますけれども、他のことも考えてますが、鉄道というのは今てっちゃんが子供が写真撮ってくれるんですよ。これちょっと懐かしいなと思って非常にその鉄道羨ましいなというふうに思いました。でその中でいろんな地方文化っていうのをデザインに生かそうということで、例えばその山の上のオリエンタルカーペットなんかでも作りましたけれども、稲穂の色を生かした普通席の座席であるとか、それからグリーン車の方は実際に牛革を使ったその内装であるとか、こういうことをデザインして非常に高い質感でものが上がってます。パッとちょっと飛ばしてきますけれども、日本の量産の製造業のいろんなそのコンサルの方が変わると、ものっていうのは最後までお客さんにどうやってメッセージを伝わるかっていうところまで初めてデザインしてビジネスデザインの全体が関係するんです。ですから僕はブランドデザインっていうそのデザインを完結するためには氷のところまで自分たちでやってみて、
で何が面白いかっていうと T シャツ の例えば飾り方縦にするか横にするか売り上げ変わるんです。置く高さとかですね見せ方で売り上げ変わるんです。で時たまお客さんと話をしてそれでいろんなことを聞いて100人のうち正直99人の方からもうほとんどこっちから入ってこっちから出てくるあれなんですけども、たまに本当に面白い意見を言う方がいらっしゃって それがまた次の商品開発につながっていく。ですから時たまですけれどもお店に立って話を聞いてると非常に面白いことがある。ですから現場というのは例えば物を作ってる人間だから売らなくていいかっていうととてもそういう時代じゃありません。これからおそらく製造業とかサービス業とかっていう分け方というのも業界はなくなってきます。日本はもともと製造業の人で開発の人も例えばあの販売の方に行ったりとかもともとしますよね。世界的にはこういうことって非常に稀なんですけどもこれ非常にいい文化だと思ってます。いろんなことを経験してみて初めて本当に面白いものが作れるんだなと。あの余談ですけどもこれで電気自動車の開発ちょうど今あの慶応大学とシムドライブっていう電気自動車の開発の僕あのデザインの担当者でやってますけれどもそこでまあ得たいろんなノウハウとかインホイールモーターとかをこれにつけて電気自動車の開発とかになりますし、あの試作の特にあのこれから組み立ての人を探してますんで卒業生これからうちに来たいという方長期的な意味で育てますんであのまあ冗談じゃなくて、希望がある方徐々に言ってください。さて最後にさっと流します。あのこの話だけするとまた1時間ぐらい話できますんでもうあの時間も来てますんであのさっとものづくりの話をしてきて最後にこのまちづくりで得た教訓というのであの簡単に絵柄だけ見てください。自動車の問題というのはさっき申し上げたみたいにハードだけ作っててインフラを他の人たちに作っていただいてただ乗りしてるのが自動車の大きい問題です。だからこれからは自動車産業が本当に発展しようと思ったらば自分たちできちんと問題解決の一部に投資をして参加しなくちゃ車というのは売れない時代になってきます。間違いなくそうなります。日本の自動車業界はそういうところに対して非常に保守的であると。アメリカはというヨーロッパはかなりのその割合で都市計画であるとかいろんなところに投資をします。街づくりの中に参加します。それで初めてあえて例えばフランクフルトの街の中に車を入れないように自動車会社が提案するとかそれで自動車自体が生き残れる。そのために作る電気自動車ってどういうものなのかそういうところまで踏み込んで初めて自動車産業というのはこれから次のステップに踏み込んでいけると思ってます。これだけ見てもらってあとさっと流しますけれどもあの物というのは実は大きく分けるとコモディティとブランド品に分かれるんですけれどもコモディティというのは安いもの